おっぱいってどこにあんのかな。あーすげえね、やっぱ丸みがん、ここってなってるよね。気のせいじゃないの。餌じゃないんだけど、なんか色が薄くなった気がする。ライトの関係じゃないですかね。こんな耳だっけ。休みなので僕は自主カバーと申します。はい、お願いします。前回来てもらって子供がいるんですよね。はい。で、その2日後に1回出血したっていうところで、その後はないですか。出血は特にないですか。調子はどうですか。全然問題ないく元気ですけど、そのちょっとだけ出血があったんですけど、それ以降はなくて、でもあのご飯もすごく食べますし、全然調子が悪いというのはないと思いますけど、はい。わかりました。じゃあ今日見させてみますね。はい。開けたと。開けます。だいぶお腹あたりが大きくなった。なんか絶対に流産みたいなことがあったので、それの残りなのか新たな妊娠なのかが分からないってことだったので、ちゃんと成長してるかもしれない。あ、そうなんですね。今日何か検査するとかっていうとエコー当ててみましょうってことですかね。分かりました。そしたらちょっと超音波の検査を今日もさせてもらって、はい、うん、まあ、お母さんの状態が問題ないっていうことであれば、まずはそこが一番大事にはなってくるので、220増えてる。222ですね、今日ね。増えてますね、この前よりは。この前は217とか。17ですね、うん。増えてる、増えてる。デグーのおっぱいってどこら辺に出てくるんですか？もうあるのかな？もうね、多分お腹のところにではあると思うんですけど。だってほら、どんどん分かりやすくなってくるって下は。でもわかるよね、このさ、あの点々、お腹さ、なかなかね、毛があるとちょっと見にくいっすよね。餌あげるときはわかりました。そしたら、じゃあまああとはあまりいじくり回さずにもう超音波すぐやってる方が、はい、本人も負担ないかなと思いますので、はい、まあ今すぐちょっと見てきますので、はい、もしできれば、うん、ああいうエコーの写真一枚いただきたいんですけど、あ、なるほど、わかりました。ちょっと、まあ、あの、そうですね、わかりづらくなっちゃうかも、当て方によったりだとか、はいはい、どうしても無麻酔の処置なので、はい、うん、もし、あ、はい、わかりました。お願いします。はい。じゃあ、ちょっと待ち合わせ、はい、待ちください。はい。あ、それもじゃあ一緒にお預かりしていきます。はい。見てもらった方がいいかなと思う。はい。あ、これ心臓動いてる。動いてるって。写真撮って大丈夫ですか。一応あの写真お渡しするのこっちには撮ってあるんで。すごい。動いてる。すごい。
これ動いてる。え、これ赤ちゃんの心臓。赤ちゃんの心臓。赤ちゃんの心臓。はまだはっきりやっぱりエコアの部分的になっちゃうので、うん、その中のこの一人なんですけど、で、長板のやつがこれ、ここのちょっとしましましまってありますね、うん、これが背骨の部分だと思うんです、はい、うん、でこの下のここの部分で今のあの拍動みたいなこういう動いてるのが見られた。めちゃすごいね。ここが心臓ですね。へえ、すごいな。順調に大きくなってるのかな、うん、まあ、体重までそもそも増えてるのであれば、はい、まずは、うん、大きくなってくるはずなので、疲れたか、姫疲れたね。あと どうしていけばいいですかね。その今ケージを、うん、そのパパのトノ君と一緒にのケージで過ごしてるんですけど、分けた方がいいのか、あとはね、もうあんまりいじんない方がいいと思います。自然に任せるじゃないですけど、逆に今まで違う環境にしてしまうことでやっぱりストレスになることもあるのはあるんですよね。疲れてる。大事じゃないよ。じゃあどうしようね。あとはね、まずはもう、まあ、埋める環境を作ってあげるっていう、なるべく例えば巣箱とかそういうところとか、まあ、隠れる場所というか、隠れる場所作ってやらないとダメだよね。それは必要かなと思います。今ベッドにしてるのが隠れるほどではないので、あのやっぱね、見えてるもんね、ベッドの寝床っていうのは。可愛いな。こんな感じ。疲れたね。いや、お腹動いてるの見えないかなと思ったんだけど。へえ。なので、あとはもう生まれるまで自然に待つかな。いつ頃生まれるかっていうのも分かんないですね。分かんないですね。大体まあ、ただもう大きくなってきてればそんなにはかからないかなと。いつ生まれてもおかしくないって思ってた方がいい感じですか。そうですね。どっからこの状態なのかが、まあ、子供ができてたのかっていうのが、いまいちは分からないところはあるので、まあ、そうですね。そっか、でも隠れるところは早く作らないとダメだね。ちょっとあの安全にじゃないですけど、ちょっと外界からは見られないような場所っていうのは作ってあげた方がいいかな。こちらの方がどうしてもストレスなく埋めると思って。じゃあ、 あのケージ内の掃除もそんなにしない方がいいですか。そうですね。ただ、子供が生まれるまではまだ大丈夫なんですけど、生まれてからですね、まず子供に触っちゃいけない。触って人の匂いが移っちゃうと、もう自分の子供じゃないって認識になる可能性があるんです。で、そうなってしまった場合、もう育児放棄になってしまうので、もう生まれたらもう例えば子供見たくてもちょっと我慢してもらって、もうそのままの方がいいです。で、出てきた時に、あ、ただお母さんとかお父さんの餌は必要なので、最低限のその餌とかお水の買えるとかっていうところだけですね。それ以外はもう、まあ、多少うんちとかたまるかもしれないですけど、もう、むやみに触ったりはしない方がいいです。ケージの掃除だったりとか。じゃあまだ今の段階では大丈夫か。でもね、なんか巣作り的なのし始めたらそれもせ、パパが見たかったおっぱいが見えてるじゃん。どれ？あ、本当だ。本当だ。そうですね。でもあとはちょっと見守って、とりあえず今日あの、まあ、生きてることはっていうのは変ですけど、ちゃんとお腹の中に、お腹の中のしっかり、まあ、拍動、心臓の拍動が確認できてはいるので、あとはまあちょっと様子見て経過を見ていくってところです。寝た。はい、わかりました。よかった。なんかいつも、お掃除するときに、はい、あのスキンシップ取ってるんですけど、それはしてても大丈夫ですか？そう、本人が特に嫌がらなければ、ただまあ、あの過度な運動って言ったらあれですけど、やっぱりそういう、ちょっとレグザーやっぱりぴょんぴょんぴょん飛んじゃうので、特
とか、まあ、上下運動が結構持ってても、そのパーって飛んじゃない、左飛んでっちゃったりってことがあると、やっぱり高いところから落ちちゃったりっていうことはやっぱり怖いかなと思う。寝たらゆっくり過ごさせてあげるっていうのが一番、はい、と思います。ありがとうございます。いやいや、大丈夫です、持って帰ってください。あとは子供たちに見せてあげる、うん、あとは、まね、何匹、そうね、何匹いるかっていうところかな。で、あとはまあ一番心配なのは、まあ生まれるはずなのに生まれないっていうところが一番怖いところではあるので、まあ、その場合はもうすぐ来てもらった方がいいかなって、まあ、どうするかっていうところにはなるんですけども、最悪の場合やっぱり人と同じように帝王切開とかっていうところもあり得る、状況としてはあり得ると思うので、まあ、自然に生まれてくれば問題ないんですけどね。なんか前回来た時は1週間というぐらいに、うん、連れてきた方がいいと言われたんですけど、うんうん、やっぱりそれはまた来週も、そうですね、まあ、様子はどこでまあそういうちょっと変、うん、まあ、あの兆候が見られるかっていうところはやっぱり気になるところではありますし、うんうん、まあ、あの田口さん自身が特に負担でないのであれば、うん、まあ、1週間ごととかで大体で見させてもらいながら経過を見ていくっていうのが一番いいのかなと思って、うん、特に何か治療するとかそういうことではない、本当に経過を見ていくっていうことではだけなんですけど。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、でまた院長先生にも今日のことはお話はしておきますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。よかったね。どうもありがとうございます。よかったね。うん、動いてたね。めっちゃ良かったね。